第私の好きな4方向すごい拍手がもう4回目になりましたが、私たちの YouTube チャンネルの方でリファレンス4方向のからのこうリファレンスがいっぱい、ゲームクリエイターの方だったり作画に使っていただけるような素材をいっぱい提供してるんですけれども、その中から好きな動画を1つ選んで皆様のヒントになったらいいなということで説明しながら振り返っていくという企画でございます。ということで早速行ってみます。はい、私が選んだのはこちらです。ロックダンス2ということで1がどこにあるのか自分でも覚えてないんですが、ちょっと見てみますね。再生、じゃあこんな感じでございます。ロックダンスって皆さん見たことありますかね。ストリートダンスって言われるダンスの種類の一つで、鍵をかける、ロックって鍵をかけるロックっていう意味なんですけれども、一番シンプルな代表的なこれがロックっていう技なんですね。技というか動きの名前で、これをなんだろう、ベースとしたじゃないですけど、こういう全部止まって鍵をロックしていくように動くダンスがロックダンスというジャンルで、私が一番得意としているジャンルです。結構そうですね、素早い動きだったりとか、急にカチッて止まったりとか、横にスパッて動いたりっていう、女性らしさというよりは男性っぽい動きがいっぱいあるジャンルなんですけれども、これ私がいつ始めたんだ、小学校5年生の時に始めたので、何年だ、12、3年目、嘘だったらごめんなさい、それくらいやってます。動きの説明しよう。いろいろこう名前がついた技、名前がついた動きを組み合わせて振り付けを作るんですけれども、今回のやつは最初に動くこれ、1、2、3、4、ここまでがシャッフルっていう技です。こういうよく多分ロックダンス言えばみたいな見たことのある動きだと思うんですけど、シャッフルをしてから次この足を出してから入れ替えるのがスクーバーっていう動きになります。スクーバーをしてここここか、このこれですね、この右手をくるくるっと回す動きがトゥエルっていう技になります。から右足でキック、ちょっといいキックじゃないですかこれ、皆さんどうですか、だいぶ垂直に、ちょっと今自分でもびっくりしちゃった。こういうのね、ジガジさんすると戦えないかな、大丈夫かな、ちょっと割れながらいいキックな気がします。あ、ちょっとこのね、左足が膝が曲がってるのが気になりますけど、キックしてっていう4つの動きが組み合わさった振り付けになります。ロックダンス、このロックダンスっていうのはどんなキャラクターが使えたりするイメージあります？そうですね、基本的にはこうボーイッシュな男の子だったりとか、ボーイッシュな男の子ってなんだ、ボーイッシュなカットショート行きなちょっと男の子らしいかっこいい女の子だったりとか、あと動き的にはもうだいぶもうメンズっぽいんで、もう本当に男の子にも使えると思いますし、逆にちょっと普段可愛い女の子が急にキレキレに動いたりするとかっこいいと思うので、そんななんだろう、キャラクターにも使えるんじゃないかなと思います。複数人踊るのもあるんですよね、ロックがね。そうですね、ロックダンスはこう、まあ、1人もありますけど、もちろん何人かこう高校生ダンスとかでよく見るような大人数でぴったり揃ってるのもかっこいいですし、こう個性が出るような、みんな動きをしてるんだけど一人一人ちょっとロックの形が違うっていうのもかっこいいっていうポイントがいろいろロックダンスにはあります。はい、ということでこの辺で皆様よかったらチャンネル登録とグッドボタンで、他にもね、いろいろリファレンスの動画載せてるのでいろいろチェックしてみてください。また次回お会いしましょう。株式会社モーションアクターは今年設立3周年を記念して舞台をさせていただくことになりました。はい、日時は11月16日から19日までの4日間、場所は新宿シアターサンモールを予定しております。はい、おそらく世界初のモーションキャプチャーを舞台にした舞台となっております。おそらく世界初、おそらくあげますね、はい、はい。まだモーションアクターに馴染みのない方々も、馴染みのあるクライアントさん方にも楽しんでいただける舞台になるように頑張りますので、皆様ぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。詳細はこちらお待ちしております。